11日水曜日の洗濯天気予報をお届けします。こちらはいただいたウェザーリポート、青空の様子です。富士山も綺麗に見えています。今日は西日本、東日本のエリアと太平洋側を中心によく晴れの空が広がっていきそうです。では洗濯指数マップ見ていきましょう。晴れていく西、東日本中心によく乾くということで、空気も乾燥していきますので洗濯物もよく乾いていきそうです。外干しもバッチリです。ただですね、この北陸エリアから北日本の日本海側の地域、札幌、こちらも雲が広がりやすくなります。乾きにくい、または乾かない予想となっています。お天気は徐々に回復していくんですが、部屋干しが安心です。また仙台、こちらは乾きやすい予報となっています。日差しも届きますが、一時的に雲が流れ込みます。変わりやすい空となりますので、外干しをする際にも空の変化ご注意ください。では空を見ていきましょう。今日のポイントは4点上がっています。北日本のエリアではまだ雲の流れ込みによって雪が強まる可能性がありそうです。特に午前中の間は注意をしてください。また東北から北陸のエリアでも雲が広がるとにわか雨、にわか雪の可能性がありそうです。その他晴れるエリアが西、東日本、太平洋側を中心に多くなっていきます。体感に注目していただければと思います。南西諸島も雲が広がるとにわか雨、注意が必要です。外干しされる際にもこちらも空の変化注意をしてください。以上、洗濯天気予報をお届けしました。